各国ですが、ヨウムちゃんは某外団の永遠とです。普段は一般人を装って某探偵事務所で働いています。ああ、今日も事務所は暇で暇で仕方ないみよん。あまりにも暇すぎて、美少女としては NG な行動を無意識に取ろうとした、その時。指先が鼻の穴まで数センチのところで、幸いなことに来客がありました。霧雨探偵事務所はこちらでよろしいのでしょうか。スケブ、だ、と。ヨウムちゃんは興奮のあまり鼻の血管が吹っ飛んでしまいました。理性も吹っ飛んでしまったので産地を1減らしてください。揉みたい。警察に捕まってゲーム終了となりますが揉みますか。当然だみよん。我が半人生に一片の悔いなしだみよん。やめて、くださ、みよみょみょーん。というわけで逮捕エンドとなりました。お疲れ様でした。と、ただいまご覧いただいた動画を。AVIUTL の編集をあまりすることなく作成することができるとアプグテーマパックを配布しています。テーマパックというのは、価値用のキャラクターや各種素材、設定等をひとまとめにしたものです。これを導入することで、シナリオ作成がより簡単になり、動画制作者は物語や演出に集中することができるようになります。今回の更新はどのようなものなのですか？はじめまして、綾崎ゆきのと申します。Vmag様の公開されている3件フリーのキャラ素材を8用に加工した、この美少女をテーマパックに追加しました。よろしくお願いしますね。こんな素敵な美少女を非常に緩やかな利用条件で公開してくださっている Vmag様に心より感謝申し上げます。公開されている PSD ファイルでは、たくさんの差分が作れるようになっていますので、追加の表情等が欲しいという場合は、ぜひダウンロードしてみてください。ダウンロードは説明欄のリンクにあります。あとステータスが出せるようになっていましたね。はい。EXO オブジェクトとして、こんな感じで追加できます。ただ中身のテキスト自体は都度編集する必要があります。8の役割は、基本的にはボイスと字幕をオブジェクトとして並べるというもので、あとの細かな調整や仕上げは AVIUTL 上での作業になります。それでは今回は以上になります。ぜひあなたのトアプグ動画に綾崎ゆきのを登場させてあげてくださいね。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。